住之江シティナイターの第34回石化戦競争は、これよりお盆のオロオスかベスト18が火花を散らす準優参考レースの、まずは第1弾で第9レース、さあ1、2、3で465でしょうか。船を回してまいりました。穏やかな競争水面が続いていまして、インコース1号艇の渡辺雄一郎、今回予選3位通過の活躍の準優第1弾の人気の中心、そして2号艇いまして藤山雅宏、予選では3勝をマークする活躍、オール大阪初優出なるか。3号艇で湯川浩司、石化戦は過去4優出で2優勝、そして4号艇の倉谷和信、8場所連続優出なるかです。そして6号艇が動いていって石野孝之、石化戦は過去 V3 3年連続優出中、そして5号艇で鶴本隆文、石化戦2度目の優出なるか。ダッシュ勢は465と並んでまいります。さあまずは人気どころか、それとも後輩等が出るのか、オール大阪注目の最終関門は準優激戦区の第9レース、3対3で進入です。インコースから1番2番3番4番6番5番で間もなくスタート、2秒前1秒前今スタートしていきました。さあ、コースタートインコース1号艇人気の渡辺、センター小手から3号艇4号艇、この辺りがいいスタート、逃げる1号艇の渡辺をまくっていったのが3号艇の湯川、刺して2号艇の藤山で、あとは4番6番5番と回って、さあバックセンチャーイン速攻が決まった、人気の中心で1号艇の渡辺雄一郎、そして2番手争いですが、3号艇2号艇5号艇この辺りが並んでまいりまして、その後ろで6号艇と4号艇が競っています。なおスタートは正常でした。ランタンマークはトップで1号艇の人気の渡辺、注目2番手争いや5号艇の鶴本がいった懐を2号艇3号艇あと4番6番ですが、ここで5号艇の鶴本隆文2番手、そして今度3番手には2号艇3号艇両者が接戦状態となっています。先頭人気の中心1号艇の渡辺雄一郎、2番手人気を下げていました5号艇の鶴本隆文、そして今度は3番手争いが2周目で立ちたんマーク、突っ込んできた4号艇の倉谷、外を全速2号艇3号艇2号艇振り込んで転覆、ここで3番手は逆転で4号艇の倉谷で1号艇5号艇4号艇となっています。その後ろは3号艇6号艇の順です。なお第9レースは2号艇の藤山雅宏失格となっています。ラインタンマークを回って直線コースは先頭で1号艇の渡辺雄一郎、2番手には5号艇の鶴本隆文、そして現在の3番手は4号艇の倉谷和信で、上位が1号艇5号艇4号艇で最終周回へと入ります。なお2号艇の藤山雅宏は失格となっています。最終周から出したマークは先頭で1号艇の渡辺雄一郎、まずは人気の中心が見事なイン速攻、そして2番手には5号艇の鶴本隆文、3番手には逆転の4号艇の倉谷和信で、最後のバックセッチャー上位が1号艇5号艇4号艇、あとは3号艇6号艇の順になっています。さあアクシデントがあってオッズ2連単は 13.7 倍、3連単は 71.2 倍、1号艇の渡辺雄一郎が石化戦は4度目、オール大阪6度目の優出、そして5号艇の鶴本は石化戦は2度目、オール大阪これで3度目の優出、準優の第1弾第9レース1号4です。先頭1番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、6番がゴールイン。